アルメニア議会銃撃事件は1999年10月27日にアルメニアで発生したテロ事件である。アルメニア国内では単に10月27日と呼ばれる。10月27日夕方、エレバンのアルメニア国民議会ビルに侵入した5人の男が議場内で政治家たちに発砲した。これによって首相のワスゲンサルキシャンや 議長のカレン・デミルちゃんを含めた8人が死亡し、30人以上の負傷者が発生した。翌日に犯人らは投稿し事件は解決したが、これを機に大統領であったロベルト・コチャリャンの政治力は大きく増してゆくこととなる。その後の捜査では、コチャリャンが事件に関与していた可能性も示されたが、確たる証拠は上がらなかった。しかし、以降も事件の背後関係をめぐっては、 数々の陰謀論が囁かれている。1999年10月27日の17時15分頃、エレバンにいまするアルメニア国民議会ビルに元ダシュナクトを党員であるジャーナリストのナイリー・フナニアンを中心とした5人の男が押し入った。男たちのうち2人はフナニアンの兄弟とおじであった。襲撃者らはロングコートの下に隠し持っていた AK-47 を 失業等が行われていた議場へ向けて発砲した。これによって32名の負傷者が発生し、以下8名の政治家が命を落とした。犠牲者たちを記念した2000年のハガキ一段目、デミルちゃん、サルキシャン2段目、バフシアン、ミロヤン、アブラハミアン3段目、アルメナキアン、ペトロシアン、コタニアン襲撃者らは、自らの行為をクーデターであると主張した。それは愛国的で、 国家のセンスを取り戻すために必要な行為であったと言う。襲撃者らは政府が国民の生き地をする輩からであり、彼らが国家に対して言って期待の罰を与えたかったと語った。アルメニアは彼らのせいで破滅的状況に陥り、腐敗役人どもはそれに対して何らの対策も講じて来なかったと主張した。襲撃者らの標的は首相のサルキシャンであり、 他の死亡者は意図せず発生したものだとされる。銃撃を目撃した記者によると、襲撃者の一人がサルキシャンの元へ近づいて、俺たちの血を飲まれるのは、もうたくさんだと言ったとき、サルキシャンは、すべては、君と君の子供たちの将来のためだと落ち着いて、答えたという。そして、サルキシャンは、数回撃たれた。目撃者であるジャーナリストのアンナイスラエリアンは、最初の発砲は1。 2メートルの至近距離からのもので、サルキシャンには生き残るチャンスはなかった、と語っている。銃撃後、サルキシャンとデミルちゃんの遺体は現場に入ることを許された、カメラマンによって記録された。事件直後から、議会ビルの面するバグラミアン大通りには、数百名の警察官と兵士、そして2両の走行兵員輸送車が配備された。救急隊が現場に急行し、 大統領のロベルト・コチャリャンも周辺の治安部隊の指揮を取った。ロシアから派遣されたテロ対策部隊も現地に投入された。襲撃者らはビル内に50人の人質を取って立てこもり、ヘリコプターの調達と国営放送での政治生命の放送を要求した。コチャリャンはテレビ放送で当局は事態を掌握していると語った。スポークスマンも早い段階で、 事件をごく小さなグループによるほぼ個人的なテロと位置づけ、その対象も議会ビルのみに止まっていると述べた。コチャランと襲撃者らの間で交渉が行われ、コチャランは彼らの身の安全と公正な裁判を受ける権利を保障した。そして事件から17、8時間が経過した翌28日の朝、襲撃者らは人質を解放し投稿した。28日から、 コチャリャンは3日間の服務を宣言した。犠牲者たちの葬儀は30日と31日に国葬で営まれ、彼らの遺体はエレバンオペラ劇場に安置された。葬儀にはロシア首相のウラジーミル・プーチンやグルジア大統領のエドアルド・シェワルナゼを含めた30カ国からの交換が三列し、全アルメニアのカトリコスであるガレギン二世とキリキア星座のアラム一世により、 犠牲者たちに祈りが捧げられた。5人の襲撃者らは国家の既存を試みたテロリストとして10月29日に起訴された。主任軍事検察官を務めたガギク・ジャン・ギリアンは5人の裁判が開始された後も事件調査団を率いてさらなる首謀者の捜査を継続したという。調査団は十数通りの仮説を検討したとされ、そして2000年に1月までに調査団は 襲撃者らとコチャリャンとの間に人脈的つながりがあると結論付けた。これにより大統領副顧問のアレクサン・ハルチュニアンや公共放送アルメニア一副社長のハルチュン・ハルチュニアンを含めたコチャリャンの側近らが逮捕されたが彼らはいずれも夏までに釈放された。最終的にジャンギリアンは事件にコチャリャンが関与したという決定的な証拠を。 発見することができなかった。調査は7月12日に終了し、裁判は翌2001年2月15日にエレバンでケントロンとノルクマナッシュの地区裁判所で開始された。こチャラン周辺の疑惑については、証拠不十分として立件されず、5人の被告人には2003年12月2日に、いずれも終身刑が言い渡された。 1999年の6月初頭から10月末にかけてアルメニアの政治はワスゲンサルキシャンとデミルちゃんの二人によって主導されており、その影響は軍部から立法府と行政府にまで及んでいた。しかし二人の暗殺は政界のバランスを破壊し、アルメニアの政治には数ヶ月間の混沌状態が訪れた。2000年度の人間開発報告書においては、 事件は、経済、政治、社会などを含めた国家のすべての面に長く、悪影響を残し続けるように感じられ、人間開発にも、さらなる後退をもたらすと、述べられている。国際社会からの不信は、外科の流出を招き、ワスゲンサルキシャンとデミルチャンによる、事実上の二等政治となっていた権力は、コチャリャン一人のもとへと移っていった。議長には、 アルメニア人民党からアラム・ハチャトリアンが選出され、首相の後任にはワスゲンの弟であるアラム・サルキシャンが指名された。しかし、2000年5月にアラム・サルキシャンは職務不適格を理由として罷免され、後任には共和党からアンドラニク・マルカリアンが就任した。デミルちゃんとワスゲン・サルキシャンには死後にアルメニア国民英雄の称号が与えられた。コチャ,ャンは、 議会の反対派による弾劾要求を退けることに成功し、徐々に権力を自身の周辺へ集めていった。しかし、2002年8月の世論調査では人気において、スティパン・デミルちゃん、アルタシェス・ゲガミアン、テル・ペトロの3人に劣っており、支持は極めて低いレベルに留まった。2009年には、ユーリー・バフシアンの未亡人にして、遺産党所属の議員である、 アナヒトバフシアンが、コチャリちャンは体制を全体主義へと移行させることに事件を利用したと述べている。襲撃者らが犯行の自発性を主張し、また他の政治家が事件に関与したという有力な証拠も発見されなかったにもかかわらず、事件の背後関係について唱えられた陰謀論の数々は、その後のアルメニア政界に混乱をもたらした。事件直後に囁かれたのは、 襲撃者らは、ナゴルノカラバフ戦争の和平交渉を妨害するよう、指示されていた、との説であったが、その50年を経て示されている証拠は、犯行は、エリート政治家への恨みに根ざしたものであり、背後関係は存在しない、というもののみである。襲撃者らとコチャリャンを結びつける、確かな証拠は発見されなかったにもかかわらず、アルメニア国内の多くの政治家、研究者は、事件に、 コチャリャンと国家保安省であり、時代大統領のセルジ・サルキシャンが関与していたと信じている。しかし、コチャリャンは襲撃者らとのつながりを指摘されながらも政治家としての力を強め、やがて最も強力な国家指導者となっていった。初代大統領であったレボンテル・ペトロは事件の真犯人はコチャリャンとセルジ・サルキシャン、そして彼らにより築かれてきた。 犯罪者の加藤政治のシステムである、と繰り返し主張している。2008年の大統領選挙に際しても、デルペトロは、セルジ・サルキシャンに投票するのは、フナニアンに投票するのと同じことだ。セルジ・サルキシャンを選ぶ人間は、デミルちゃんとワスゲン・サルキシャンの神聖なる墓を冒涜する人間だと明言した。事件から10周年の節目となる、翌2009年には、 テルペトロ率いる議会での反対派がアルメニア人の大部分によって事件の首謀者と考えられているとして、コチャリャンとセルジ・サルキシャンを殺人者と非難する声明を発している。その声明では、テロリズムはこのように体制側が権力にしがみつき、自身を再生するための主要な方法となったと結ばれている。2013年3月にはアラム・サルキシャンがコチャリャン セルジ・サルキシャン両政権に対する多くの疑問を表明した。アラム・サルキシャンは多くの疑問が未解決のまま残されたために事件の法的勝利が体制に対する公衆の不信を強めたとする。そして全容の解明は国家にとって重要事項であり、私が彼らの政権を非難するのは彼らが事件に責任を負っているためではなく、 事件の全容を解明していないためであると主張している。また、2009年10月に事件記念碑が議会広場に設置された際、除幕式に出席したステパン・デミルちゃんも、現政権において事件の全容解明は不可能であるが、遅かれ早かれ国家としての尊厳をかけて全容は暴かれる。その時になって初めて我々は、 この事件を克服することができるのであると語っている。元エレバン市長のアルベルト・バゼアンは事件はコチャランの権力を無制限で抑制不能なものにすることを狙って引き起こされたとの結論に至ったと2002年に語っている。そして首謀者たちはワスゲン・サルキシャンとデミルちゃんを物理的に排除することでコチャランが大統領選に勝利する下地を作ったとも指摘した。 2005年春、元ロシア連邦保安庁職員であったアレクサンドル・リトビネンコが、アゼルバイジャンの新聞に語ったところによると、事件は、ロシア連邦軍参謀本部所属のロシア連邦軍参謀本部情報総局が、ナゴルノカラバフ戦争の和平交渉を決裂させる、ために仕組んだものであるという。翌月に在アルメニアロシア大使館は、リトビネンコの主張を全面的に否認し、告発は、 ロシアの民主改革を認めない人間によるもので、アルメニアとロシアの関係を削くことを狙ったものであると、した。アルメニア国家保安委員会もまたリトビネンコの主張を否定し、スポークスマンは、リトビネンコの主張に関連する一辺の事実も、ほのめかしすらも、裁判において現れたことはないと語った。こちらの国家保安担当補佐官である、カルニク・イサグリアンは、リトビネンコを 病的と形容した。2012年10月には、フランスで活動する亡命聖職者のアルツルに、アベティスさんも、独立メディア、A1 によるインタビューに答えて、事件の背後には、ロシアの特殊機関がいたと主張している。翌年5月には、同じく A1 に対し、事件に関与したのは、セルジ・サルキシャン、そして防衛副大臣のバハン・シルハニアンであると、名指しした。 アベキスさんは、事件は、コチャリャン・やセル・ジサル・キシャンといった、シンボリ・シェビキの犯罪者一族に権力を与えるために、FSB が手助けしたものである、と主張した。カラバ・フ委ーン会首脳にして、元内相テル・ペトロの国家保安担当補佐官であった、アショート・マヌチャリアンは、アルメニア当局が、事件について、諸外国から警告を受けていた、と2000年10月に語った。 マヌチャリアンはアルメニアを破壊することを狙ったアメリカとフランスの特殊機関がアルメニアでテロを巻き起こした可能性は高いとも述べている。また事件の主犯となった内陸フナニアンは元ダッシュナク党員であった。ダッシュナク党側はこれについてフナニアンは1992年に不正行為を理由に党を除名されており以降は党とのいかなる関係も持ったことはない。 と回答している。しかし、銃撃事件に、党の関与を疑う声もあり、マヌチャリアンも、ダシュナク党の指導層は、アメリカの外交利益のために働いていると主張している。事件は、単なるクーデターではなく、むしろ、アルメニア国外からの指令を受けた暗殺であるとの、主張は、デミルちゃんの未亡人による2013年4月のインタビューにおいてもなされている。ありがとうございます。